ブランコ。俺が一人暮らしを始めて間もない頃、俺が住んでいるアパートの前には結構な大きさの公園があった。昼間には子供たちが元気よく遊び回って、主婦たちの井戸端会議の場にもなっていた。その日、俺は次の日が仕事が休みということもあり、久しぶりに DVD 三昧の夜を過ごそうと徒歩3分くらいの場所にあるビデオ屋に DVD を借りに出かけた。そのお店は午前3時まで営業しているビデオ屋で、俺が借りに出かけたのはもう0時過ぎだった。ところが週末ということもあり、面白そうなタイトルは全然空いてない。仕方なしに適当なタイトルを手にして、俺は店を後にした。タバコをくわえながらアパートのすぐそばまで来たとき、タバコの買い置きがないことを思い出して、近くのコンビニまで行くことにした。目当てのコンビニはアパート前の公園を横切って行けばすぐ見えるほどの距離なので、俺は借りてきた DVD を片手に公園へと足を踏み入れた。街灯が4つほどしか点灯していない。夜の公園は思いのほか不気味な雰囲気を醸し出してはいたものの、俺はさして気にすることもなく歩いていた。その時だ。公園の隅の方にあるブランコ。一人乗りのタイプではなくて、四人くらいが乗れるボックスタイプのやつ。そこから子供の話し声が聞こえてきた。え？いくらなんでも、こんな時間だぞ。そう思いながら、暗闇の中のブランコに目を凝らすも、人影はどこにも見えない。なんとなく気持ち悪いなとは思ったものの、この時間に公園で子供の声を聞いてしまったら、放っておけるほど無関心な人間でもないので、俺はブランコに近づいていった。だが、行かなければよかった。向かい合わせで座るブランコの右側の座席には、花束の山。そして、子供が書いた絵やメッセージ。やばい、そう思った俺の目の前で、ブランコが、キー、キーっと動き出しやがった。逃げようと思いつつも、体が動かない。ブランコの耳障りな金属音とともに聞こえる子供の声。小さくつぶやくような声で何を言っているのかは全く聞き取れない。必死の思いで体を動かして、俺はブランコを見つめたまま後ずさりを始めた。そんな俺を、嘲笑うかのように、ブランコは揺れ続ける。なんとかアパートにたどり着いて、震える手で部屋の鍵を開けた俺の目に飛び込んできたのは、壁中についた泥だらけの小さな手形。床中に残された数百にも及ぶ小さな靴の跡。その日からしばらく実家に帰って、そのまま2週間後にアパートを引き払いました。隣のベッド。最初の仕事で行った研修所での話。そこは複数の会社の合同研修施設だった。全員泊まり込みで、朝から夜まで研修三昧。泊まり部屋の定員は4人。二段ベッドが2つ。俺が行ったのは9月で2週間の研修だった。
中途半端な時期だったんで、同じ部屋の人間は一人。酒好きで、門限破り常習犯な三十男。ちなみに門限は十時半。消灯は十一時だった。その日、俺が部屋に戻ったのは、十一時少し前。三十男は帰ってきていない。上の段のベッドに登る。相方は、対面のベッドの下の段。夜中に目が覚めた。相方のベッドから声。戻ってきたんだろうか。いびき？うなり声？かなりうるさい。眠れない。どさ。しーん。ん？落ちたのか？アホだな。でも少し心配だ。様子を見てみようと寝返りを打った。目の前に何かがある。なんだ？暗くてよく見えない。頭？それが徐々に下からせり上がってくる。髪が長い。女？なんで女？髪の隙間から覗く目が非常に赤い。無表情。怖っ。これはやばいぞ。俺は目を閉じた。そしてすぐに寝た。というか、失神してしまったようだ。次の朝起きて気がついた。相方はすでに研修を終えて、昨日帰ってしまっているはずなんだ。なんだ、夢だったのか。そう思ってベッドから降りた。足元の床に、長い髪が束で落ちていた。とある有名なビルなんだけど、出るっていう噂があって。深夜の警備員が長続きしないとか、軍人さんが出るとか。霊感がある取引先は絶対に行きたがらない。だから打ち合わせはいつも社外。見えるという同僚は、階段のところにおばさんが立っているって言うし。そんな怖いことになんとなく麻痺していたとき、一人で深夜残業していたら気配を感じる。何の気配かはわからないんだけど、何かがいる。なので仕事をしていても、つい無意識にそこを見てしまう。何かがキャビネットのあたりを歩いている。でも見えない。人の気が残っているのかなって思ったんだけど、やっぱり怖い。でもこの仕事を終わらせなきゃって焦っていたら、ふわっと生暖かい風が吹いた。で、私の髪の毛が少し動いた。慌てて帰り支度をしていたら、トイレに行きたくなって、怖かったけどトイレに行った。入った瞬間、バチバチバチっと、ものすごいラップ音と共に光が。もうやばいと、トイレから走り出て、エレベーターに乗った。時間は12時近く。もう誰もいない。なのに4階でエレベーターが止まってしまった。え？と思って。扉が開くと、薄暗いエレベーターホールが見えた。誰もいない。なんで止まったの？震える指で、閉まるボタンを押した。1階に着いて、すぐタクシーに乗った。〇〇まで、と言うと運転手さんが、連れの方はいいんですかって聞いてきたんだ。連れなんていないです、って震えながら言うと、運転手はそれっきり黙った。ただ、スピードは結構出していた。
本当怖かった。Thank you.